はい、こんばんは、島津です。えー、皆さん、本日もですね、バイオハザードビリッジやっていくんですけど、えー、今回は検証動画になります。とある視聴者からですね、これをこうするとどうなるかっていうのをちょっと聞かれたんで、今回ちょっと試してみようかって思ってるんですけど、内容としてはですね、それで、ね、内容としては、あの、序盤で、来館ラッシュがあると思うんですよ。ショットガン持ちのおじいさんが襲われて、 ちょっと先のところであの場面です来館のラッシュがあった後にウィリーアッシュが急に叫び出してそうですねあの家の周りとかをあの徘徊してる時のところですそのラッシュの時に遠くの家に逃げ込んでずっと立てこもってたらどうなるかそれを見てほしいってことなんですよ自分は動画内ではですね確か中央かなうん あのイベントが発生する中央の家に、えー、逃げ込んで確か屋根に似たイカンがいる家かなあそこに逃げ込んで耐えしのいで外に出たらカンに捕まってカンたちに囲まれるってイベントになったと思うんですよでも今回はですね一番遠い家あのマップあのイベントが発生した状態で えっと、一番遠い家って言ったら、ショットガン持ちのおじいさんの家なんですね。それで、そこにずっといたらどうなるかっていうのを見てほしいってことなんですよ。自分もね、ちょっとそれ、ね、あの、言われて、ちょっと興味が持てたんですよね。もしかしたら何かしらね、特別なことが発生するかもしれないんで。はい。ということで、えー、検証やっていきたいと思います。はい。それではね、見ていきましょう。今回 TPS でやったんですけどね、なんかちょっと、 モッドの不具合で、E さんの顔がありません。うん、ちょっと、なんつうのかな、いろいろ、初期化してみたいと思います。ここが、ね、ショットガンのおじさんの家ですね。こっから、一歩も出ません。うん、弾もね、ある程度あるんで、多分結構、そうだね、襲撃は抑えられるんじゃないかと思ってます。あ、来ますね。やっぱこっちにも。 じゃあまあ、立てこもり開始です。ちょっとね、数が増えてきましたね。うーん。頻度が増えてきた。なるべく中に入れたいね。外に行ったら多分ダメだと思うから、ダメっていうかまあ、今回立てこもるっていうのがコンセプトなんで、なるべく中で、弾の補充とか、素材をね、手に入れたいですね。 あウィリアッシュ来ました中入ってきますかね危ない危ない危ないあそっちから来るんだうーんあ中には入ってこないんだね入ってくるかねどうつあそこそ,そこはねすぐに通れそうなんだけど うん、詰まってるね。詰まってる。これ以上は、ここにいれば入ってこないから。ウィリアシュ倒すんだったら、ここ安全地帯だね。うん、狙い放題ですよ。まあ、他の家も多分そうだと思うんだけど。そう、ウィリアシュね、あのー、攻撃行ってダメージ与えればね、撃退できるっぽいんだよね。聞いてる話だと。まず、スナイパー。 倒せればい,いかなよしよしよし来た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 まあ相打ちですねウィリアッシュ撃退っていうのがうん撃退って書いてあったっけまあアンロックされましたこんな感じでそうですね倒すことできますもう来ないかな終わり終わりくさいなあ,あ来た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 まだだもうちょっと耐えましょう完全に来なくなるまではい 襲撃やんだくさい来ないけ来ないですねイ、e、さん何回言うかなどこ？何万金よやつまれたあ中入ってきた中入ってきた中入ってきたえ <laughs> 誰レイス連れてきてポータル引かしたの ポータル引かしたでしょじゃないとあの距離からここまで飛ばないってダメよ別ゲーから連れてきちゃもしポータル引かしてないんだったらねあのライカンだけかなりの腕力の、うん、持ち主ですよあとウィリア州撃退してもここには来るんですねやっぱりうんイベントに撃退したからっていって変化はないんですね 息き臭い息き臭いってちゃんと歯磨きしてるはいいかがだったでしょうかねあのずっと立てこもってたんですけどまさかねうんまさかね急に雷管が現れてねこう無理やりね攻撃してすさまじい腕力でなのかあの、レイスを連れてきてポータルを引かしたのかどちらかだと思うんですけど思いっきりあそこまでねす,すっ飛ばすと言ったうん みんなに囲まれるね、あの定位置まですっ飛ばすって言ったね。えー、っと、強制イベントに発,発生発展しました。それでいつの間にかね、イーサーの足に弓矢刺さってましたね。弓矢刺さるシーンなんて一個もなかったんですけどね。気づいたらね、あの足に矢が刺さってました。もしかしたらね、すっ飛ばされた瞬間にね、あの誰かがいたのかもしれませんね、足めがけて。すごい名手がいたもんですね、それだったら。 はいまあこういった結果になりました。うん。一番最初やった時は、雷管に捕まれた位置から、あの、どこだ、来館たちに囲まれる、あの位置ってそこまで遠くなかったから、あの、自然のことだと思ってて、そうだね、全然気づかんかったんだけど、視聴者の人にそれ言われて、うん、やってよかったですね。多分言われんかったらね、スルーしてました。まあ今言った通り、 そうだね、一番最初やった時の捕まれた時の位置はごくごくね放り投げられる距離だったからねあの位置まではいというところで本日の検証ねえー、っと来館ラ,ラッシュの時にうんかなり遠くまで逃げてその場所で籠城してたらねどうなるかっていう検証をさせていただきましたけど、えー、ここまでとさせていただきますご視聴ありがとうございました まあ、よろしかったらですねここちょっと調べてほしいとか、うん、思ったところがあればね気軽にコメントしてみてくださいもし、えっと、動画として成り立つようでしたらねあの検証したいと思ってるのではいそれでは、えー、島津のバイオハザードビレッジになりましたこれにて失礼させていただきますバイバイチャンネル登録コメント高評価していただけると励みになります ご視聴ありがとうございました。